二番目の妻レオニッタの肖像、フランツ・ヴィンター・ハルターが、1849年レフ、ペトロビチ・ビトゲンシテインは、帝政ロシアの貴族で、ドイツの主体デスヘル。ザイン・ビトゲンシュタイン・ルート・ビヒ・スブルク公、後ザイン・ビトゲンシュタイン・ザイン公。ドイツ名は、ルート・ビヒ・アドルフ・フリードリヒツー・ザイン・ビトゲンシュタイン、ザイン。ロシアの陸軍元帥であったピョートル・ビトゲンシテン。 ザインビトゲンシュタインコーペルターと、その妻で、ポーランド貴族のアントニアス・ナルスカ伯爵夫人の間の長男として生まれた。1821年、イギリス王ジョージ4世の戴冠式に、ロシア政府代表の一人として出席した。しかしデカブリストの主義主張に共鳴していたため、1826年にデカブリストが放棄した後は、ロシア政府における、 外交官としてのキャリアを断念させられた。父の政府に対する強大な影響力のおかげで、処罰だけは免れた。1828年、リトアニア有数の大貴族、ラジビウ家の女子相続人、ステファニア・ラジビウ公女と結婚した。ステファニアは、当時のヨーロッパ大陸では、最大の個人資産を所有しており、旧リトアニア大公国領内の多くの町村を含む、 1> 約1万2000キロ平方メートルの所領をレフにもたらした。またこの際、現在は世界遺産として知られるミール城もレフの所有に返した。ステファニアと死別後、1834年にレオニ・ライバノブナ・バリアティンスカイア公女と再婚した。1 0歳との間に1男1女、五歳との間に3男1女を設けた。ステファニアの遺産を受け継いだ長女のマリーは、 ホーエンドエシリングスフィールストコー、クロートビヒについでいる。ありがとうございます。